のドームは町だったのか。まるででっかいレンズに町全体が覆われてるみたいだぜ。本当だ、すごいや。それにしてもこの気密性の高さはどうだ。外界から空気が入るのを完全に防ぐよう設計されている。どうしてそこまでする必要があるのさ。確かに外は荒れた世界だけど生きてけないってほどじゃないのに。何らかの理由で外界と遮断せざるを得ないといったところだな。あんたら外から来たのかい。大丈夫か。レンズはどうしたんだ。あんたこそなんで頭にレンズなんか貼り付けてるんだ。なんでって、はあ、外気に触れたせいで頭がやられちまったのか。こりゃ大変だ。何言ってんだよ、俺たちは別に。どうやらそうらしい。何も思い出せないんだ。ジューダス。いいから黙ってよ。この方が情報を手に入れやすい。すまないが教えてもらえないか。レンズのことやこの町のことを。ああ、わかった。困った時はお互い様だからな。ここは蒼天都市バンジェロって町さ。で、あんたたちがなくしちまったのは命のレンズって呼ばれてる。この命のレンズがあればこそ人は汚染された外気に触れても生きることができるんだ。慈悲深きエルレイン様はドームの中でしか生きられなかった我々に希望の光を与えてくださったんだ。エルレインが。ああ、エルレイン様のことは覚えているんだね。よかった。何せエルレイン様は我らにこのドームと生きるための力を与えてくださる大事な方だからね。そんな。あんたたちとりあえずフォルトゥナ診断の方たちに話をしてみなよ。フォルトゥナ診断。ああ、フォルトゥナ診断ってのはエルレイン様を支える人たちの集まりのことさ。みんな優しい方ばかりだからきっと親身になって相談に乗ってくれるよ。わかった、ありがとう。確かにここは僕たちのいた世界だ。エルレインという名前がそれを証明している。にしたってこの変わりようはただごとじゃないよ。命のレンズとやらもドームもそうだが、まるでエルレインがこの世界を支配しているみたいじゃねえか。相当大掛かりな歴史改変が行われたらしいな。一体何が起こったんだ。何が原因でこんな世界になったのか、もう少し情報を集める必要があるな。何が原因ってエルレインじゃないの。そんなことは分かってる。重要なのはそのエルレインがいつどこで何をしたかってことだ。それが分からなければ手の打ちようもない。どうしたカイル、難しい顔して。なんか気になることでもあったのか。ほら、昔拾ったレンズで枯葉に火をつけて焼き芋作ったことがあっただろ。町を覆うほどでっかいレンズだと一体何人前の焼き芋ができるんだろうと思ってさ。カイル、お前はもうちょっと不安を抱くとか緊張感を。大丈夫だよ、みんな一緒なんだし。いいじゃねえかジューダス、カイルはやっぱりこうじゃなきゃな。うん、そうね。ん？何笑ってんのさ、みんな。ねえ、ある程度情報を集めたらどこか休めるとこを探そうよ。寝たらなんかいいアイデア浮かぶかもしれないし。お前は寝て起きたら全部忘れるだろうが。あ、ひどいよロニー、覚えてるよ。ほんのちょこっとだけど。ちょうどいいや、ここでちょっと休んでこう。俺はどうしても消せねえな。こんなに世界を変えちまうなんて本当にできることなのか。それに関して一つ気づいたことがある。ここのドームは建てられてから相当時間が経っている。最低でも100年単位だ。つまりこんな世界に変わったのは随分昔からってことね。おそらくかなり前の歴史をいじったからこそドームも古いしこれだけ様変わりしているのだろう。じゃあさ、どこら辺で歴史が変わったの。そこまでは僕にもわからない。
それを調べるためにも別の町に行く必要がありそうだな。よし、それじゃあ別の町でもっと情報を集めよう。何レンズとにらめっこしてんだよカエル。いやさ、この世界の人ってみんな頭にレンズをつけてるじゃん。目立たないように俺たちもレンズをつけた方がいいかなって思ったんだけど、どうやって貼り付けようかなって。よくそんなくだらないことを思いつくな。ジューダスはいいよな、仮面の下につけてるんですって言えば済むんだからさ。ならお前たちも仮面をつければいい。全員仮面をつけた5人組余計目立つだろうが。しかし何考えてんだあいつら。レンズがねえとドームの外で生きられないなんて、それじゃあエルレインに命握られてるのと同じじゃねえか。なのにそれをありがたいとか感謝してるだなんて、どっかおかしいんじゃねえか。じゃあ聞くが、お前は太陽や空気がないと生きられないことを、太陽や空気に命を握られてるなどと思うのか。太陽や空気を恨んだりするのか。そりゃ思わねえけど、でも太陽や空気とエルレインのレンズは別物だろうが。同じなんだ多分彼らにとってはな。他の町にも行ってみよう。そこから何か糸口がつかめるかもしれないからな。ソーディアンチームの活躍した天地戦争時代、父さんたちが頑張ったあの戦い、英雄たちがいた時代には必ずあのダイクロフトが空に浮かんでたんだよな。ってことはこのまま行けば俺も英雄に。前にも言ったはずだ、英雄とは過去の功績に対して人々から贈られる称号であって、自らなろうとするものではない。ましてやなりたいと思ってなれるものでもないと。英雄になりたければまず目の前の問題を解決しろ。ああもう分かってるよ、ちょっといい気分に浸ろうと思ってただけじゃないか。俺だって今はそう簡単に英雄になれるなんて。カイルは英雄よ。え？カイルは私の英雄、それは間違いないことだもの。だから私は何が起ころうとカイルについていくって決めたの。たとえどんな結果になろうと。あの空、あいつ何ぼやいてるんだい。ほらヒューゴやリオンってやつらが世界を滅ぼそうとしただろ。あの時も空にあのダイクロフトってやつが浮かんでたらしいんだ。ロニはあの戦いで家族を亡くしちゃったから。そんなこと気にするなんてあいつらしくないね。ちょっとカツを入れてやらないとね。あ、ちょっとナナリー。いきなり何しやがったこの男女。誰が男女だってこのドスケベが。さあみんな飯だよ。うひょー、待ってました。こういう時だからこそしっかり栄養とっておかないとね。こら帰る、年長者の俺が先だ。あら、あんたレディーファーストって言葉を知らないのかい。何がレディーだ。そういうことはな、レディーになってから言え。そっちこそ大して役に立たないくせに、こういう時だけ年長者面されてもね。だと？何さ。やめなよ二人とも。人参とピーマンは避けてくれないか。あ、量はそれくらいでいい。ああ、どうした、早く食べないとなくなるぞ。あの人たちは外気が汚染されてるって言ってたけど、俺たち別になんともないよね。おそらく彼らはずっと滅菌されたところで暮らしているせいで免疫力が低下してるんだろう。免疫力？何それ。免疫力というのはつまりだな。こいつには説明するだけ無駄だって。いいから俺に任せとけ。なあカエル、お前泥水の中を平気で歩けるか。うん、全然平気だよ。お前はもともと汚れてるから平気なんだよ。けど、おろしたてのドレスを着た女は泥水の中に入りたがらねえだろ。うんうん、奴らはみんなそのドレス着た女と同じってことだ。げえ、
あいつらみんな女だったの？お前の言う通り、説明するだけ無駄だったな。街にはレンズ人間、空にはダイクロフト。なあ、やっぱこれって夢じゃねえのか？夢？ああ、現実世界の俺は今頃美女に囲まれてウハウハ気分で夢見心地なんじゃねえか？いや、そうだ、そうに違いない。夢かどうか私が試してやるよ。いてってな、現実だろ。お前、そういうのは普通関節技とかじゃなくてほっぺを優しくつねるとか。バカー、そこは、ああ、いやあ。おいおいおい、なんだこの密林は。確かにこりゃすごいね。ここまですごいジャングルは私も初めてだよ。こんなところ通れるのか。他に道はないみたいだし、ここを進むしかないね。はあ、やっぱりかよ。しかしすごいジャングルだな。おい、この様子からすると普段はほとんど人が通ってないみたいだね。おそらくこの世界では町の間の交流というのはないに等しいのだろうな。あのドームの中だけで生活が完結しているということか。っていうことは冒険者もいないってことか。つまんない世界だな。あー、暑い、ムシムシする、服が張り付いて気持ちが悪い。カルバレイスも暑かったけど、ここは気持ちが悪いね。ぬるま湯に浸かってるみたいな感じだよ。湿度が半端じゃなく高いんだろうな。確かにこの暑さは応えるぜ。あー、あ、ダメだ、この程度じゃ火力が足りないよ。しょうがねえな、切り払ってみるか。この見るからに毒を持っていそうな草岡、僕はごめんだ。でも火をつけられるものはソーサラーリングぐらいしか持ってないし。はいはい、ちょっとごめんよ。やっぱりこれは毒草だね。触ると危ないから燃やすしかないよ。こいつは樹皮が硬いからなかなか火はつかないけど、高温で一気に燃やせば大丈夫だよ。おお、さすがナナリ、野生育ちは違うね。で、どうやって火をつけるんだ？頭を使いなよ、都会育ち。そこいら中走り回ってるやつから油を調達すればいいのさ。まさか、モンスターを捕まえろとか言うんじゃないだろうな。ご明察。やっぱ野生育ちは考えることがワイルドだぜ。見えたのはガルムじゃないか。あいつの牙はよく燃えるんだ。そうだね、5本もあれば大丈夫だよ。よし、根性で捕まえてみせるぜ。ガルムの牙を使って毒草を焼き払うんだよ。ほら、走った走った。ただ追っかけてるだけじゃダメさ。どこか落とし穴を掘れる場所を探すんだ。ソーサラーな。ここもドームに覆われた街か。まるで箱庭だな。同じ形をしていて、その中だけで世界が完結している。作り物の街か。うん、でもつかまらないぞ。待て待てったら。みんなとても穏やかな顔をしているね。
作り物の街に作り物の幸せ、まさにここは箱庭だな。そうね。とにかく情報を集めよう。ほんの少しでもいい、何か手がかりを探すんだ。誰に聞いてもエルレイン様は素晴らしい、エルレイン様万歳か。ここの連中何考えてるんだか。幸せだからよ。リアラ？幸せな時にはその幸せが本物か偽物かなんて関係ない。ううん、そもそも幸せに本物か偽物かなんてないのかもしれない。だとしたらエルレインのしていることは。ストップ！それ以上言ったら私マジで怒るかもしれないよ。おい、そろそろ行くぞ。って、なんかあったのか？なんでもないよ、今行くから。リアラ、今のは聞かなかったことにしておくよ。箱庭とはジューダスもうまいこと言うもんだね。だとしたら、ここにいる連中はさながら箱庭の中の人形ってわけか。外の世界を知らず、エルレインの手の中でのみ生かされる人形か。でも、それでも人は幸せそう。何も知らされなければ幸せだろう。だが、僕たちは知ってしまっている。これ以外の世界があることを。そして、その世界こそが僕たちの求める世界だということを。そうね。街中を回って、何でもいいからこの世界に関する情報を集めるんだ。何これ？ボタンがついてるな。押してみっか。うわ、なんだ？世界地図のようだな。だがこれは同じだ。山も川もみんな私たちの知っているのと同じ場所にある。これで間違いないな。この世界はやはり僕たちのいた世界と同じなんだ。でもよ、町は違ってるぜ。クレスタもアイグレッテもハイデルベルグもない。場所も名前も違うな。これが歴史改変の手がかりに。本当か？天地戦争時代と変わっていないのか？ジューダス、どうしたの？あ、いや、バンジェロもスペランツも天地戦争時代以前にあった町の名前らしい。本来ならば天地戦争が終結した後、壊滅した町を復興させる過程で名称や場所が変わった。この世界ではそれが行われていない。歴史がねじ曲げられているんだ。そっか。ねえ、この町ハイデルベルグと同じ場所にあるんじゃない？どれどれ、レアルタってところか。で、今いるのがスペランツァだからなんとか行けそうだな。地図で見る限りは大きそうな町だな。ここならもっと情報が手に入るかもしれない。よし、行こう。ハイデルベルグじゃなかった、レアルタへ。俺たちの知ってる街が一つぐらいあるかと思ったんだけど。全滅か。それだけ大掛かりな歴史改変が行われたということだ。手がかりになりそうなのはハイデルベルグと同じ場所にあるレアルタって街だけか。まっ、ここで考えててもしょうがねえ。とにかく行ってみようぜ。ドームの中の空気ってすげえ澄んでるのはいいけど、なんか違和感あんだよな。一体何なんだろうね、この嫌な感じ。匂いじゃないかな。そうか、人間の住んでるとこってのは何らかの生活臭がするはずなのに、そういう匂いが一切しねえんだ。妙に作り物臭くて人間味がねえっていうか。うん、とにかくなんか嫌な感じだ。ハイデルベルグと同じ場所にある町、
レアルタか。言ったらウッドローさんがいたりは。それはないだろうな。だが何らかの手がかりがつかめるかもしれん。行ってみる価値はあるはずだ。バンジェロ、スペランザ、そしてこのレアルタ、どの町もまるで見分けがつかねえな。確かにここのドームも中は過ごしやすいし、生きてくには何の問題もないけどよ、こうも変化がないと正直気がめいってくるな。似たような町でもたらされる似たような幸せか。幸せなんて千差万別なはずなのにね。そうだよね、やっぱおかしいよ。ここは世界がなぜこうなってしまったのか、この町にそれを知る手がかりがあればいいのだがな。こうしてても始まらない。行こうみんな。でもこのドームがどこも同じなら、この世界の人たちはみんなが幸せってことよね。それなら私の役目も、もう。リアラ、早く行こうよ。うん、今行く。予想してたことだが、やっぱ城なんてないよな。ここがハイデルベルグでない以上、城もそこに住むウッドローも存在しないということだ。ねえナナリ、最近のリアラどう思う？なんだやぶから棒に。うん、なんかさ、この世界に来たばっかの時、俺リアラってすごく変わったなって思ったんだ。強くなったっていうか、吹っ切れたっていうか。でも最近また前みたいになっちゃったと思ってさ。前みたいになったっていうより迷ってる感じだね。迷ってる？何に？そりゃわからないよ、私はあの子じゃないからね。だから今度はちゃんと見ててやらなくちゃね。前みたいに一人で悩んで一人で飛び出していかれるのだけはごめんだよ。うん、そうだね。ねえカイル、もしもしもよ、私もあなたもこの世界がどうしてこうなったのか何にも知らずに生まれてきていたら、私たち幸せになれたかな。何言ってるんだイリアラ、そんなわけ。だって使命とか何もかもなければ悩むことも苦しむこともなくって。でもそれじゃあ俺とリアラきっと会えなかったよ。リアラは英雄を探してたから俺と会えたんじゃないか。うん、それは分かってる。でもごめん、変なこと言っちゃったね。忘れて帰る。リアラ。どうした帰る、不景気そうな面して。何か悩みがあるならこの人生経験豊富なロニーお兄さんに相談してみろ。あのさロニー、最近のリアラどう思う？お、恋の悩みか。それなら俺のお箱だ。いいか帰る、リアラはあいつなりに覚悟を決めたんだろ。おいおいジューダス、いきなり割って入ってくるなよ。カイルは俺に相談してるんだよ。覚悟を決めたってどういうこと？聖女として生きる道を、お前を英雄として認め、それと共に生きる道を、すべてお前の望み通りになったんだ。そうなのかな。何言ってんだよ、あれだけ英雄になりたいって散々言ってたじゃねえか。うん、でもなんか違うんだ。なんていうのかな、今のリアラって何が起きても全然驚かなさそうじゃない？それってリアラじゃないみたいで。ああ？それじゃまるでジューダスみたいじゃねえか。案外そうかもしれない。あいつはあいつなりに何かを捨てようとしているのかもしれないな。捨てるって何をだよ。それは自分で考えてみろリアラ。
ハイデルベルグと同じ場所にある町、レアルタか。ここならきっと何か手がかりがつかめるはずだ。だといいんだがな。にしてもこれがハイデルベルグと同じ場所にある町とはな、まるで別物じゃねえか。あのさ、ウッドローって人この町にいる？英雄王って呼ばれてるはずなんだけど。ウッドロー、バルバトス様の間違いではないですか。英雄といえばバルバトス様でしょう。エルレイン様と共に世界を混乱から救った人ですからね。バルバトスが世界を救った英雄？ご存じないのですか。フォルトゥナ診断の方に聞けば教えてもらえますよ。いや、自分たちで調べたい。この町に歴史を調べられるような図書館があるか。歴史を調べられるような、以前はそういう場所があったとは聞いています。ですが誰も使わなくなってしまって、どこにあるのかわからなくなってしまったそうです。そうか。バルバトスが英雄だって、一体どういうこと。おそらくはエルレインが歴史に介入した際、バルバトスが手助けをしたのだろう。謎は全て図書館にありか。だがその図書館の場所自体も謎とはね。誰も使わなくなったって言ってたよね。じゃあここの人たちって歴史に興味がないってことなのかな。きっと穏やかで何もない日々がずっと繰り返されていたから、歴史を学ぶ意味を失ったんだと思うわ。人は過去の過ちを反省し、より良い未来を作るために歴史を学ぶ。だがこの世界の未来はエルレインが決める。だから歴史を学ぶ必要もないというわけか。でもそれはこの世界が今まで本当に平和だった証なのかもしれない。そうかもしれないけどさ、けどやっぱおかしいよそんなの。自分の未来を誰かに決められるなんて。うん、ともかく図書館を探すぞ。全ての謎がそこで解けるはずだ。バルバトスの野郎が英雄とはな。まったく、この世界の歴史は一体どんなになっちまってるんだ。あいつはウッドローさんやフィリアさんを襲ってひどい目に遭わせたんだ。そんな奴が、やっぱおかしいよこの世界は。あいつが英雄って呼ばれるなんてさ。カイル、熱くなるのはいいが、今は歴史がどう改変されたかを調べるのが先だ。そうだぜカイル、怒りは奴をぶん殴る時まで取っておけよ。図書館ってこのドームの中にあるんだろう。それなのに場所を忘れちまうなんてちょっと信じられない話だね。この町の、いやこの世界の人間たちが歴史というものをどう捉えているかがよくわかるな。これは？どうやら映写機のようだな。ここにあるということは資料的価値のあるものだろう。映像資料ってわけか。もしかしたら俺たちの探し物はこれかもしれんな。ごちゃごちゃ言ってないで調べてみるのが手っ取り早いだろ。それ。やっ、バカ、こいつ。世界はかつて二つに分かれていました。一つは天空に浮かぶ都市ダイクロフトに住む天上人の世界、一つは地上に住みダイクロフトによって支配されていた地上人の世界です。天上人の圧政に耐えかねた地上人は反旗を翻します。これが後に天地戦争と呼ばれる人類史上最大にして最悪の戦争でした。地上人はダイクロフトに対抗すべく
空中戦艦ラディスローを建造、総攻撃を仕掛けます。しかし天上人の力の前に地上人は敗れ去りました。天地戦争は天上軍の勝利によって終結したのです。戦争は終結したものの、その傷跡は修復しようもないほど大地を蝕んでいました。森は焼け、山は削られ、川は干上がり、人々は己の生きる場所を失いました。そして地上の荒廃は地上からの物資を支えにしてきた天上にも影響を及ぼします。もはや人々は滅びの道を歩むしかないと誰もが絶望にとらわれました。我々に救いの手が差し伸べられたのはそんな時でした。神は一人の救世主を地上に遣わしました。その名はエル・レイン。エル・レインは人々にレンズを与えました。そのレンズにはすでに人の住む場所ではなくなっていたこの地上でも生き残れるよう特別な力が込められていました。レンズを得た人々は生きる希望を見出しました。そして自らの行いを悔い、救いを授けてくださった神には深く感謝するようになったのです。忘れてはなりません。我々が今生きているのは神の救いがあればこそなのです。そして繰り返してはならないのです。人間自らの手による過ちを。これではっきりしたな。やはり歴史は変えられたんだ。エルレインの手によって天地戦争の勝者と敗者を入れ替え、己が望む世界、人々が神を称え崇める世界を作り上げたんだ。なあジューダス、ずっと思ってたんだけどよ、この世界ができたってことは俺たちがいた世界は。残念だが、お前の思っている通りだ。歪められた歴史のベクトルの上に僕たちの世界は存在しない。くそ、なんてこった。ようやくはっきりしたね、この世界のからくりってやつがさ。けどね、はいそうですかって全て受け入れられるほど私は人間ができていないんだよ。俺だってそうさ。こんな世界を作ったエルレインを絶対に許せない。でもこの世界の人はみんな幸せそう。え？ねえカイル、この世界は本当に間違っているのかな。確かにこの世界は歪んだ方法で作られたかもしれない。でも結果として人々は幸せに暮らしているじゃない。もし間違ってないんだとしたら、私の役目も終わってカイルと二人で。リアラ、どうしちゃったんだよ。リアラ、リアラはこのままでいいって言うのか。それは俺は嫌だ。だってここには誰もいないじゃないか。父さんも母さんもフィリアさんもウッドローさんも誰もいない。このままみんなが消えるなんて俺は嫌だ。消える。人が消えるということは、その人間が積み上げてきた歴史もまた消えるということだ。人の歴史を否定し存在するこの世界、少なくとも僕は許せない。ジューダス。
かったわ。ごめんなさいみんな、変なこと言っちゃって。分かってくれたらいいんだ。やろうみんな、俺たちの世界を取り戻すんだ。ああ、エルレインに俺たちの意地ってもんを見せてやろうぜ。けどさ、どうやったら世界を元に戻せるんだい？簡単なことだ。エルレインがねじ曲げた歴史を元に戻せばいい。そのための力はリアラ、お前が持っている。時間移動ね。そっか、天地戦争の時代に行ってエルレインのしたことを元に戻せばいいんだ。早速行こうリアラ、俺たちをその時代へ連れてってくれ。それは無理だな。どうして？みんなを過去に連れて行くだけの力が私にはないの。レンズがあればいいのだけど。あ、そっか。地上に住む人々よ、扉を開け外においでなさい。そして神の恵みをその身に。あの声はエルレイン。外に行ってみよう。あの声は間違いないわ、エルレインよ。外から聞こえてきてる。いない？上だ、帰る。敬虔なる者たちに神の恵みを。おお、力が。ありがたや、ありがたや。今のは一体？おそらくダイクロフトからああやって人々のレンズに力を与えているんだ。空から見下ろして力を与える。神様気取りかよ。待てよ、そうか、その手があった。どうしたのジューダス？時間移動のためのレンズならあそこに山ほどある。照射されているのはレンズの力だ。ということはダイクロフトに相当な量のレンズがあるはず。そっか、そのレンズを使っちまおうってわけか。ならついでにエルレインの花っ柱も折っていこうよ。一発殴らないと収まりそうもないよ。よし、決まりだ。それじゃあ、ねえ、あそこにエルレインがいるんだよね。ああ、そうだよ。あの城からいつも我々を見守ってくださってるんだ。あのさ、どうやったらあそこに行けるの？光の祠を通るんだ。知らないのかい？光の祠？この地上とダイクロフトをつなぐと言われている聖なる祠のことさ。じゃあそこに行けばダイクロフトに行けるのか？そう簡単にはいかないよ。ダイクロフトに行けるのはふさわしい資格を持った人間だけなんだ。それを調べるための場所が光の祠というわけさ。でも私もいつか行ってみたいね。そのために日々を精一杯生き、自らを高めないとね。ふさわしい資格を持った人間か。俺たちに果たしてそれがあるかな。あってもなくても関係ない。ダイクロフトに乗り込むまでさ。行こう、光の祠へ。ドームの中の人たちは体で風を感じることもないんだろうな。ああ、めちゃくちゃ暑い日に突然の夕立を浴びた時、あの気持ちよさも知らねえんだろうな。冬の厳しさや飢えを心配しなくていいのは確かに楽だろうけど、なんかそういうのってもったいないよね。ここの連中は自分の人生に何も疑問を感じてないみたいだけど、それって幸せなことなのかね。疑問を感じねえのは他の生き方を知らねえからだろ。
ただエルレインが一方的に用意したシナリオ通りに生きて何が楽しいってんだ。そりゃ普通に生きてりゃ辛いことも苦しいことも山ほどあるさ。けどそんな中で掴み取る幸せだからこそ価値があるんだろうが。なんだよ、なんか変なこと言ったか。いや、あんたでもたまにはまともなこと言うんだなって思ってさ。俺いつだってまともだ。お前が聞き逃してるだけなんだよ。一生ドームの中でレンズ磨いて生きてく、そんな人生私には耐えられないね。まったくだ。レンズ磨いてる暇があったら俺みたいに男を磨けってんだ。どのあたりが磨いてあるんだい。私には曇った塊にしか見えないけど。そういうお前もたまには女を磨けよ。ほっとくとカビが生えてくるからね。なんだって。なんだと。あちゃ、またあの二人喧嘩してるよ。喧嘩するほど仲がいいか。どう見ても仲がいいようには見えないんだけど。うん、でもお互い思ってることぶつけ合えるのってちょっぴり羨ましいかな。あの空に浮かんでる城の中にエルレインがいるってわけか。必ず止めてみせるわ。そして世界を元に戻さないと。あのサリアラ、前に言ってたよね。この世界の人だって幸せに生きている。だからこれはこれでいいのかもって。それはもういいの。カイルがこの世界は間違ってる、だから元に戻すって決めたのなら私はそれに従うだけ。リアラはそれでいいの。いいの。だってあなたは私の英雄なんですもの。リアラ、さあ行きましょう。みんなダイクロフトへ。この世界の人たちって旅なんかしないんだろうな。どの町行ってもほとんど変わりないし、食べ物だって似たようなもんだし。それ以前に外の空気は奴らにとって有害なんだろ。誰も好き好んで出てきたりしねえよ。いるとしたらロニみたいなのだけかもね。なんだよ、俺が冒険家だとでも言いたいのか。いや、町の女の子全員に振られて次の町に行くしかない人。あ、そう。ねえ、ナナリーの先祖って天上人だったんだよね。ん？まあカルバレイスの出身だからそういうことになるね。ってことは今の歴史だとダイクロフトにナナリーがいるかもしれないってこと？歴史の流れが変われば人の生き方も考え方も変わるだろうから、全く同じナナリーが生まれることはほとんどないだろうな。まあ可能性としてはゼロではないだろうが。やめとくれよ。自分があんな高いところから地上の人間見下して生きてるなんて考えただけでもゾッとしないね。もし全く同じ外見をした奴がいたとしても、そいつは私とは全くの別物だよ。足りめだ。こんな凶暴女二人も三人もいてたまるかってんだ。ああ、あんたの息の根を止めるには私一人で十分だからね。うわっ、マジで呼吸が。ああカイル、お前思ったより冷静なんだな。もっとひどく大騒ぎするかと思ってたけどよ。あんまり深く考えないことにしたんだ。だって母さんやチビたちのいない世界なんて考えられないもんな。考えられないものを深く考えたって頭こんがらがるだけだろ。はあ、特にお前の頭はな。だから俺が考えるのはただ一つ、俺たちの世界を取り戻す、それだけだ。お前らしくていいな。そんじゃ俺もそいつに乗っかるとするか。これから敵の本拠地に乗り込むことになるんだ。一応の心構えだけはしておけよ。なに、大丈夫さ。何があっても知恵と勇気で切り抜ければ。ちょっと待て、お前のどこに知恵なんかあるんだよ。いつも考えるのがめんどくさいからってとりあえず突っ込むだけじゃねえか。そんじゃ、勇気で切り抜けて。言っておくが、勇気と無謀は別物だぞ。その気合でなんとか。要するにいつも通りってことだな。しかしその光の祠ってとこからダイクロフトまでどうやって行くんだ。まさかあんなとこまで長い階段で登るわけじゃねえよな。何バカなこと言ってんだい。
俺にとっては死活問題だっつーの。お前らはもっと年長者に対するいたわりの気持ちというものを。何が年長者だ。私たちよりほんの数年無駄に生きてきただけだろ。無駄って。ああ、行っちゃった。冒険もない、新しい出会いもない、ワクワクするようなこともない。この世界の人たち、よくこんな毎日で耐えていられるよな。まあ、お前なら間違いなく3日でパニックに陥るな。彼らにとってはそれが当たり前なんだろう。もしかしたら、冒険という言葉さえ存在しないのかもしれないぞ。早く元の世界に戻らなきゃ、本当にパニックを起こすかも。この世界から10年後に飛んでも、きっと私のいた世界には戻れないんだろうね。ええ、多分。この歴史の変えられた世界の未来に飛ぶだけだと思うわ。つまり、私にも帰るとこがなくなっちまったってわけか。ナナリ。ほら、そんな顔しないの。それにさ、今からそいつを奪い返しに行くんじゃないか。私たちの世界ってやつをね。ついでに、モテモテになるはずだった俺の青春時代も取り返してやるか。もともと存在しないものは取り返せないぞ。レアルタの北の山にある光の祠に行こう。そこからダイクロフトへ乗り込むんだ。